今日のテーマはですね、駅頭の場所選びというふうなことについて、お伝えしていただけるということなんですけども、はい、まあ、駅頭って言ってもね、駅の前で、まあ、どっか適当なところで立ってもらって、まあ、通勤通学の方に話しかけるっていうんじゃダメなんですかね。はい、そうですね、うん、駅っていうのは電車から人が降りてこられて、改札からこう出口があって、うん、人の流れっていうのがありますよね。なるほど、はい、その流れを邪魔しないように流れに沿って運動員が立ったり、その流れからよく見える位置に立たれると効率がいいかと思いますね。なるほど、まあ、駅によってはこう南口北口とか、はい、いくつも駅の折り口があったりもすると思うんですけども、はい、そういうところもやっぱりなるべく人が多いところをまず選びましょうということが今の話ですかね。はい、そうですね。なるほど。そしてその人が多いところに対して、うん、まあ、流れを邪魔しないようにということなんですけど、はい、具体的にどういうふうにその、まあ、駅立ちのポジションというか取ったらいいんですかね。はい、人の流れに沿いまして、はい、運動員の方が、まあ、流れが1箇所だといいんですけれども、2箇所に分かれる場合ありますよね。うんうん、あ、なるほど。そうすると、まあ、グイスじゃないかがチラシを持って、うんうん、その流れに沿って分かれて立つと。なるほどですね。候補は選挙カーの前で、うんうん、看板とご自分が目立つように立つと、うんうん、例えばそれは歩行者の進行方向上ですぐ見えるところにっていう意味ですね、はい、そうですね。なるほど、はい、うんうん、あくまでも妨げになると嫌な顔をされてしまいますので、されてしまうようなことはしちゃいけないんですね。そうですね、その辺は気をつけて、うんうん、はい、立っていただくということと、うん、あとみかん箱なんかを積んでおかれて、うんうん、みかん箱は古いですかね、ビールのケースなんかを積んでおかれて、その上に立たれても目立つんじゃないでしょうかね。やっぱちょっと一段その、演説者を高くしてというので、はい、やっぱ高くするとこう見栄えがいいというか、はい、やっぱこう見え方がいいんですかね。そうですね、本当に通行量の多いところの近くに立てればいいんですけれども、うんうん、やっぱり駅っていうのはイレギュラーでどこに車が置けるか分かりませんから、確かにそうですね、ワイヤレスマイクでちょっと離れてできるような環境だといいですけれども、有線しかついていない場合は窓から出して有線でやらなきゃいけないので、うん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 、そういった場合はちょっと離れたところに置いてしまうと候補がどこにいらっしゃるかわからない状態になりますので、うんうんうん、一段高くされるといいかなと思いますね。うんうん、なるほどですね。うん、結構こう、まあ、駅立ちって駅頭っていうと、うん、こう演説内容とかにこう気持ちがいっちゃいがちですけども、うん、はい、立ち位置であるとか、うん、まあ、どういうふうに配慮してどこにこうポジションするのかっていうのはまたなんかちょっと新鮮ですね。そうですね、うん、はい。あとはまあもちろんその、まあ、通行時間とかもやっぱ重要なんですかね、演説時間というか。そうですね、やっぱり駅はご通勤途中の皆様とご通勤帰りの皆様っていうのがメインですかね。なるほどですね、わかりました。じゃあそういったところで、まあ、通行妨げないように、かつ候補者がしっかり見えるようにということと、あとまあその駅によってはこう人垣というか、うん、通行がこう2本に分かれてしまったりするので、そういう時には、まあ、ビラ配りの人を、はい、まあ、やっぱりこうそれぞれ置いて、うん、まあ、取りこぼしというか、まあ、はい、話を聞いてビラを受け取りたいなと思っていただいた人にちゃんと渡せるようにするってことですかね。はい、うん、そうですね、うん、なるほど。なんかここの部分はもう少し深くいろいろなんかノウハウっていうのは実はあるとは思うんですけども、まあ、ちょっとそこを細かく、動画に分けて、伺っていこうと思ってますので、またちょっと今日はこのぐらいにさせていただいて、はい、また、そこ深掘りよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。